3年目を終えようとしている J リーグ。観客の減少やテレビの視聴率の低下など人気の低迷が話題になりましたが、チームの対戦から個人の対決まで本当に様々なドラマが生まれました。そこで今日は数ある対決の中から選びに選び抜いて皆様にお送りします。大阪ダービーから兄弟ダービーまで、題して95 J リーグ場外ダービー集。ということで今日はですね、場外大阪ダービーということで、グランド以外でのこのちょっと今日は大阪ダービーということで、今日はですねセレッソから久永選手、どうもセレッソ代表、久永です。そしてガンバ代表、今売り出し中、島田選手。売り出し中、ある意味その実力とかそういうサッカーの売り出し中違うんです。キャラクターをもっと明るく、島田を明るくということで、めっちゃ元気元気でしょ今日いろいろと、お互いも持ち上げてもしゃあないんで、もうどんだけ攻めていくか。何してるんですか、そうですね、ちょっと待って何をやっとんの、ちょっと暑いから思って一応どうや、もうあかんわ、おい、やられたね、持ってきとんねん、ほんまにね、こういうこの子、まず島田選手汗とりあえず汗引かせ、俺のサイン入ってるじゃん、ほら僕のサイン入ってる、誰のサイズのこれこれはね、はい、ガンバの頃の、そうそう、島田、和田、長島とかいろいろある、いつでも会える選手ばっかりや、女のということで、はい、どうや、ちょっと島田セレッソ大阪のベテランミッドフィルダー久高智央、ガンバ大阪から移籍してきたものの、今やすっかりチームの顔だ。グランド上で見せる小回りの効いた鋭いプレーは、そのままグランド外での喋りの切れ味に生かされているとか。ガンバ大阪の中でも屈指のファイターと言われるディフェンダー島田隆弘、グランド上では激しいプレーで相手の突破を阻止する。果たしてこの場外ダービー、先輩久高の鋭い切り込みを封じることができるのか。一緒によう飯食いに行ったりするんですかね。あ、今でも、うん、そうそう、他誰行くんですかこの二人に、ようついてくるみたいな。まあセレッソではゴールキーパーの武田二郎、武田信也、信さんの、ね、はい、あとは元ガンバの、今はヴィッセル神戸の長島、和田といったところ、はい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 、集まれば、それ小高さんが友達いないという、島田もいないという、俺だけじゃないという、この世代はかなりその、そう辛い辛いやばいやばいが、ちょっともう個人的にまず戦おうか、ポーチ対ポーチ、まずよっしゃ、ポーチ、まずあの球団者はね、チームよりもまず個人対個人でちょっと大阪ダービー、これ来た、こっち、おい、はい、こっち、ガムばっかり、どうや結構エチケットには気使ってんねん、そない口臭いんですよ、違うわ、ね、エチケットや、島田選手はエチケットね、久高さん、僕は言うとくけど、何も言うな、黙ってみろ、何見ろ見ろ、まだそんなんかい、見ろ、何、子供銀行の1万円何やっとんねん何の遊びしとんねん、夜夜って夜っつけど、今そういうイメージでね、とりあえずもう何も言わんとこれだしょ、これだしょ、ほんまに、次行こうか、次行こうか、こっち、あ、こっち、行って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 、スタヤのカードや、どうやこれ、集めとんね、集めとんね、おい、行ってんや、とりあえず行ってんや、これな、いつもどんなどんなビデオ借りてるんですか。映画かな、やっぱし映画よ、ほら、正当派や、2点や、ほら、来たおい、あと1点でハットトリックや、決めてまう、思い切ってこれだしょ、こわ、かわいいよ、ほら、見て、自分の写真も、己や、自分に酔うな自分に酔うとんね自分に酔うとんね自分に酔うとんね、思い出作りすんな自分が好きやから、や、自分が好きやから、うん、これは大事、大事、これ今後のためにいろんな局に配ってくれあの、引退後よろしくお願いします、みたいなだけ喋りや、もう久高さん以外おれへんやろアホ、サッカー全体で何を言うてんねん、ほんなもんほら見て、まあ、腹立つな腹立つな、ほんでそれ何置いとった、どうかな、何かあったら久高さんでしょ、まあそれはもちろんリーダー、それはでもみんな面白いよ、うん、全然そのキャラクターがちゃうから、うん、でもキャラクター、キャラクター何やと何やと、来た、生き頃とちゃうぞ、ツッコミできるよ、こっちズバッといくよ、僕どっちかだとツッコミの方です、ツッコミ、そんなん言わんねえの別に言わんねえの、女もどの地方が、どの周辺が多い、今どこ住んでるんですか、どうだって、僕は大阪市内です、市内、はい、言うたって平方市内です、どうや平方や、大阪市内のどこや、言うたって天禄ですわ、天禄やで、こっからここまでどう来たかや、何で来たか、うん、僕は今日は自分の車で、車の名前言うたって、僕は今検査に出してるから、台車です、台車台車で来ました、台車
そんなもん何検査出しとんねん、こんな一日検査とポン、こんな常に毎回あるはずだ。今日何できました？京阪電車。京阪電車あ、何できました？区間急行。区間急行や。いや、急行。急行や。確定と急行乗り継いで。乗り継いで森口で待ったやん、この人は。よう知ってるやん森口で待ったやん。まあ、やっぱガンバはこれは勝ってると、セレッソに悪いけどこれは勝ってるよ、うん、何やろ、なんかあるでしょ、なんかないですか。昔は練習場とか言うとったけど、今は綺麗な芝でやってるらしいからね。あ、セレッソ今ね、新しいとこどうですか、練習のやり心地。舞島グランドでね、うん、人工アイランド、うん、舞島ね、はい、舞島できたんですけどね、うん、2面ぐらい取れるんかな、芝生のグラウンドが。でシャワーもないんですよ。あら、あかんやん、シャワーはなかった。あかんな、シャワーないんですよ。シャワーないんや。あるか、そっちは。早くつけてください。かなりあるよ、かなりあるよ。ガンバはどこでした、田辺、はいはい、田辺や。ブワーッブワーッ、何面取れる、何面取れます。2面取りましょう。2面取りましょう。ほんまに取れるんですか。取れます、取れますね。田辺は取れるでしょ。今同点ですわ。同点で、シャワーあるでしょ。シャワーでもね、うん、シャワー10個ぐらいあると思うんですよ、うん、はいはい、で僕がガンバに出た時は3つぐらいしか出なかったんですけど、うん、今出るんですか。今5つ5つやった。あ、でも2つも、で2つも増えた。電話してや、なんでやチーム内的に雰囲気は どうなんですか。どっちが明るいといえば、セレッソがよく分かれへんすからね。僕の印象は、それ言うたら言うたら、じゃあセレッソめっちゃ若い印象なんですよ。あ、若いと、まず若い、みんなが、うん、森島選手が23、あのあたりじゃないですか、その平均がね。平均が、うん、23、なんもなん、若いな。若さだけがな。23か4か5か、だんだん上がってる。上がってるわけね。頑張ってるぐらいです。20、うん、何ぼやろ、24とかかな。そんなことないかな。分かるですね。毛茶色いしてんのはセレッソの方が多いんちゃいます。多いわ。でもうちのチームはピアスを開けてるやつおれへんよ。ピアスはいない。ガンバは、ガンバ平岡選手、あら、どうですかね。いや、見とんね。ガンバもう詳しいかな。入れましょうか、ピアス。いや、ダメです。心は泣いてるから。心は泣いてるから。なんでやねん。ほら、自分で突っ込まれても。それ今の鼻の方が良かったな。デカめの。こういう感じですね。こういう感じ。じゃあもっと仲良すぎんねん。